こんにちは。こんにちは。オーシャン東京オーバーのスタイリスト日高優斗です。オーシャン東京オーバー雨宮チームメインアシスタントの橋拓です。今日はですね、ちょっと片方の携帯でちょっと TikTok ライブをしながら、こっちでちょっとね動画を YouTube 用で撮ってるんで、今日狩野英孝さんにセットしてもらうんでね、センターパートに。そうですね、はいはい、皆さんご存知の通り狩野英孝に似ていると言われているハスタクと日高さんの初コラボですね。はい、はい、ね、皆さん必見ですね。かっこよくしてくださいお願いしますなんでいきなりカメラ回ったらキャラ変わるんですか。お願いしますお願いします。はい、今日はね、じゃあ本当日高さんもおっしゃっていただいた通りセンターパートでお願いします。かっこよく、はい、センターパートでかっこよく、はい、まあちょっとこう、まあ、僕本当さっきも言ったんですけど代表の雨宮さんに使っていただいているの で、ね、まあ、ちょっとそれにちなんでパーマ風の、ああパーマ風のマメさんの、アメさんチームでオーダーがよく来るよく来るセンターパートに、おお、いいっすね。センターパートはちょっとスパイラルっぽい、スパイラルっぽい、スパイラルっぽい感じにしていこうかなと。僕も20代後半なんでちょっと大人の色気28ですもんね。今年28年、今年だから僕の4個違うんですよ。嘘つけよ、4個え、何が今年何歳、今年24です。28でしょ。違うわ、あ、違うか、24です。24、今年24ですね。はい、もしかよ、え、今年24、今年24、97年生まれですもん、やばそう、大体ね、みんな僕だってお客様に、アメさんのお客様に店長とか言われるんで。あ、店長だと思われてたんですか。はい、店長だと思われてて、あ、アシスタントなんですね貫禄がありますよね。いやいやいや、そんなそんなそんな、はい、ということで、じゃあ早速ね、ドライからやってください、やっていきたいと思います。お願いします。はい、はい、ドライのね、コツもね、教えながら。確かにドライのコツも、はい、日永さんならもう顔黒いっすね。いや黒すぎやお前サロ行きすぎや本当に。いやもうダイソン風量強いので、はい、ちょっと皆さんにお声が届かなくなるとあれなので、ちょっと大きい、もう十分多分聞こえるよ君の声でかいから。あ、本当ですか、はい、ちょっとこれ風量マックスというよりかは、はい、2ぐらいで、2ぐらいで、2ぐらいでやります。なるほど、聞き声いい、結構。こんばんは。こんばんは。そう、こっちで並行して TikTok ライブもオーバーなアカウントで行っています。質問とかあったらぜひ、はい、日高さんが読んでくれますよ。はい、スタイリスト日高さんが、初カラー何色がおすすめですか。なるほど。まあまあでもなんだろうな、まあ最初、はい、明るすぎるのが怖かったら、まあ、アッシュブラウンとかね、ブラウン系から始めていいんじゃないでしょうかね。確かに、いきなり、うん、僕的には結構やっぱり初っ端なんで明るめにして、飽きてきてトーンを落とすぐらいな感じが、まあそれもいいね、はい、はい、いいかなと思ったり思わなかったり。ドライのコツ、これ言った方がいいですよね。あ、ドライのコツ、ドライのコツ、すいませんね、はい、話しすぎちゃって。ドライのコツ、ひでさん流しどっちですか。流しいつもこっちに上げることが多いですかね。あ、まずは、まあ、その流し、ひでさん左ということなんですけど、はい、まあ、流しと関係なくこの眉間から、ひでさん目力強いです眉間からこう延長線上の指2本分だけ、はい、オールバックに乾かします。後ろバックに、はいはい、ここをちゃんと上げてないと、はい、ワックスでいくらごまかしても、日中外とかに出ているとどうしても湿気とかで、だんだん前髪へたってきちゃうんで。なるほどね。しっかり鉢回りを潰しながらここはしっかり上げてあげる。なるほど、はい、まあ、これは結構基礎ですね。基礎、まあ、ドライがまずはね、はい、これが決まってたら、まあ、これが決まってたらナチュラルなね、センターパートももうオイルつけて、ね、僕昔やっぱりこのついてた、はいはい、当時の代表に言われてましたね。ドライを制すものはセット制すって。アシスタント指名とかもできます。そうです、僕でカットしに来てくれても、八作さんにセットしてもらいたいって言ってくれれば、はい、八作さんが飛んできてね、いつでも行くんで、やんぞって言ってくれるんで営業と違うこと言うんすもん。何？にゃんぞじゃなくて、すんぞすんぞすんぞをね、お客さんに入らせようとするんですよ。日高さんのお客さんやっぱ結構 TikTok 見てくれてる方多くて嬉しいです。流行りのカラーは何色？まあブリーチカラーだとやっぱベージュ、グレージュが多いですかね。やっぱ確かに、はい、そう、確かにそうですね。王道に人気ですね、本当に。確かに。ということで、センターパートにセットしていきます。で、ちょっとパーマ風なので、はい、ちょっとカーリーな感じに、ぜひお願いします。入れていきます。はい、はい、やっていきます。
いや確かにコメント来てましたけど、日高さんと僕って結構初めてですね。あ、こういう、あ、確かに、はい、セットしてもらうの初めてです。初めてですね。日高さん何店ですか？僕オーバー店にいます。今オーバー店、オーシャン東京オーバー店。オーシャン東京オーバーです。2月に移動してきました。2月に千葉県の都知事立候補者の後藤照樹さんに似てますね。誰だろそれ、ちょっと後で検索しよう。そんな政治家さん、新しいですね。あ、石垣さん長めのコメントが。ああ、僕まだ、はい、オーシャン行ったことなかったんですけど、一番最初にオーシャンでカットするとき日高さんで決めてたんで、おお、日高さんがスタイリストデビューしたときめっちゃ嬉しかったです。本当にですか、嬉しい。僕もそう言ってもらえて、またね、ぜひ来てください。来てください、はい、ぜひお願いします。オーシャン東京オーバーに遊びに来てください皆さん。はい、オーシャン東京オーマン。やっぱりまあシュプリームの皆さんもやっぱ僕あの日高さんの太田ジャパンさんとやったあのメルちゃんの動画見ました皆さん。メルちゃんの動画、太田ジャパンのね YouTube でね、はい、あれめちゃくちゃおもろい、マジで見た方がいいです。まあ、僕が声優でやったんでね、初めて吹き替えに挑戦しました。声優デビュー、はい。長谷田くさんもスタイリストデビュー待ってます。もう頑張ります。もう今カットレン頑張ってるんで。本当に日高さんにこの前刈り上げ教えてもらいましたよ、はい、日高さんに。アメさんってワンオクのタカに似てます、似てるって思うの。似てますよね。似てる似てる似てる。昔企画ありましたもんね、そういうね。来たよやんぞ、うん、やんぞすんぞやんぞすんぞすんぞじゃないんだって。ハスタクス大二郎さんに TikTok しないで練習しろって言われてたろ。言われてました。あ、言われたの？言われました。あ、そうなの。言われましたよ、めちゃくちゃ。あと、あ、ちなみにこれアイロンは今フォワードとリバースのミックスで、あ、やってるんですね。入れてます、リバースフォワードで。リバースフォワードのミックスでと、うん、早く伸びるようになっしゃる、あ、伸びるにはどうしたらいいですか。まあ、大体でも人間ね1ヶ月に1センチと言われてるんで、まあ、健康な髪の毛が生えるにはやっぱり食生活だったり睡眠、ゴールデンタイム10時から夜10時から2時の間に寝たりとかね。でも三島さんが、うん、納豆キムチめっちゃいいって言ってましたよ。マジ？納豆キムチがめっちゃいい、うん、でもそのがなんか成分的にいいって言ってましたね、まあ、大豆と。だから僕納豆キムチめっちゃ食べた時期ありましたもん。マジ？はい、それ以上伸ばさなくていいっしょ。いや本当に結構これでも短くしたんですけどね。そこは波打ちですか。そうですね、ちょっとこう、うん、波打ち入れてるの。波打ちを混ぜて、うん、ちょっと揉んだ時にいい感じに立体感出るようにしてます、うん。髪が早く伸びる方法は言ったか。スケベが髪の毛伸びるの早いって本当ですか。むしろハゲてるやつの方がスケベそうに見えます。いやー、まあそれあんま関係ないと思うんですよね。遺伝とかが多いんですね。はい、美容師になろうと思ったきっかけを教えてください。まあ美容室行ってね、その行ってた美容師さんに憧れたっていうのが多いですかね。それ本当ですか。まあそうですね、まあでもなんとなくです。本当になんか楽しそうやなみたいな。発作は僕は本当消去法で、うん、スーツ着て働くの嫌だ、うん、で、なんか何もやることが、大学も行く頭ないし、うん、で、おしゃれが好きだったんで、あ、髪も自由、おしゃれできる、あ、美容師だみたいなノリです。高3の時に決めました。マジ？はい、そんな理由やったんや。はい、高3ですね。アメミヤさんが高木さんをセットしてた時、髪の毛に似てる気がします。あ、やっぱ師匠に似るんですね。的な感じですね。はい、師匠に似るんやね。センターパートでサイド長めに残すのはおすすめではないですか。いやでもまあ重めにするセンターパート雰囲気が出ていいと思いますよ。確かに、はい、ブリーチ3回してるんですがロン毛できますか。まあケアしながらですね。僕これ2回ですね、うん、僕これ2回ですブリーチ。やっぱねローランドさんの YouTube とか見たら分かると思うけど、めちゃくちゃトリートメントしてますからね、あの人もね。そうなんだ、うん。先輩、長谷拓さんのつけてるブレスレットはどこのやつですか。すげえ聞かれる。これベドウィンですね。木村拓哉さんも好きなブランド。これベドウィンです。これいくらぐらいするの。6万真ん中ぐらいです。あ、そうなんだ。これへ、これですね。
かっこいい。これサイズが2種類あって、でも今でも買えるかなと思います。アシスタントではなく日高さんにセットまでしてもらうことできますか？僕ね、あのまだアシスタントついてないんで、言ってくれればもう全部僕します。まあ、たまにあのお願いするときもあるかもしれないですけど、言ってくれれば僕全部するんで、はい、言ってください。その基本的に日高さんがやってますね、うん、僕がやるんで、はい、はい。暗めのカラーでおすすめの色何ですか？まあ、暗めも幅があるからな、まあ、黒系だったらやっぱりプラムブラックだとかブルーブラックとかですかね。確かに、はい、これ今ちなみに日高さん染めたてです。染めたてですね。僕もちょっと、まあ、僕も今回黒っぽく感じ、そうですね、もうマジで黒目の茶みたいな、はい、パーマしたいんで、ちょっとブリーチもなくそうかなっていうことで。え、パーマしたいんですか？パーマしたいよ俺。どんなパーマかけたいんですか？ちなみに、あ、こういう感じ、こういう感じ入れたよ俺。あ、スパイラルな、うん、へぇ。ハスタクさんはラーメンつけ麺の人に似てますね。いや、違いますね、担々麺ですね。面白い。ちゃんとやってくださいよ。面白い。ちゃんと酒場台して。ヤンゾヤンゾヤンゾ。はい、YouTube で確認します。ぜひね。日高さん、カットありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いします。ロン毛にしたくて髪の毛伸ばすときにパーマかけながら伸ばすって全然ありですよ。僕それでした。はい。僕それですよ。したらね、間もかっこいいから。まあ、あとはケアしながらですね。やっぱパーマもやっぱ多少はやっぱダメージするから、ケアしながらやると、なおいいですね。うん、綺麗に伸ばしていきます。うん、なんで高校生って2ブロック禁止なんですか？僕が聞きたいです。うん、まあね、日本の古い考えですね、やっぱり。それをね、今変えようとハスタクさんが動いてるんで。よっしゃ、渋谷区長行くぞ、高速変えてやんぞ。面白い。面白いハスタクってやっぱり。すいませんね、ほん、はい、高卒してブリーチパーマしました。パーマ取れてきたんで、またパーマすると。いやー、まあそれはね、本当ブリーチしてて、まあパーマできたってことは結構髪質強いとは思うんですけど、確かに。まあ本当それも一概に見てみないと分かんないですね。もしかしたら止めるかもしれないです、ダメージ側によっちゃ。確かに、はい、基本やっぱパーマブリーチってあれなんでね、 N&G ですね。髪質によります。それは僕はできないですよ、ちなみに。皆さんやばいです。皆さん結構こう見て毛先ダメージしてますよね。うん、ぶっちゃけ専門学校で地元と東京じゃ取得できる技術とかって触りますか？ないですね、正直ないです。日高さん専門学校どこですか？僕は横浜でした。横浜、僕原宿ベレーボック美容専門学校です。まあなんか出会う人だったり、やっぱりその、うーん、まあでも結果の目的としてはやっぱり資格を取るってことが一番の目的なんで。確かに。まあなんか受けれる講習だったり、なんかね、なんかその卒業旅行、卒業旅行っていうのは俺行ってないんだけど。卒業旅行は、あ、僕らもうなかったです。修学旅行みたいなのあった？ないです。あ、ないんだ。ないです、ないです。なんかそういう旅行がついてるとこもあるし、なんか金額もやっぱちょっと違うんで。確かに。なんかそういう経験が、でも技術的にはそんな変わらないと思うけどね、うん、変わんないですよね、うん、本当に。正直、就職してからが大事。確かに。はい、絶対。ワックスね、何使うの？ワックス今日は、うん、ナチュラル、うん、あと話題のジェット、うん、この2つで。ナチュラルとジェット、ナチュラルとジェットで。あ、いきますか。ナチュラルとジェット使って、よいしょ。でもね、あのゲーム実況とかのチャンネルやってるよね、確かチャンネルで YouTube のそれカノンエコス大先生じゃないですか。あ、間違ったどんな作り笑いしたの？間違ったわ、間違ったわ、あのねしてねえですよ、それめっちゃ言われるんですよね。え、替え歌とかやってるよね、YouTube。それカノンエコや。あのなんかほら、はいはい、千鳥のさ、はい、あのなんかお笑い番組、なんか癖のあるグランプリみたいなやつ出てるよね。大きなのもの古時計、うまっ。おじいさんの時計、似てるやん、めちゃすいませんね、皆さん。僕の学校の高速ツイストオッケーにしてください。今ね、発作がね、動いてるんで古時計、なんでそれ何気に本家より上手いかも確かに僕もちょっとビブラートの聞き具合が本家よりちょっと上手いと思っちゃった。昨年いつも動いていた。じゃあ次あれ歌って。香水、香水、香水、うん、いやいや、香水あれですよね、遠藤さんの歌ってるやつですね。そうそうそう、覚えてない。いや、あれ僕も覚えてないですよ。あの、日本一すごい美容師の方って石田さんですか？まあ、ハセタクじゃないですかね、やっぱね。そうですね、うん、あの YouTube 回してますよ。あー、はい、YouTube 回してますよ。
ハッサクさん、明日の頭髪検査なくしてください。あ、わかりました。どこ学校ですか？どこ学校ですか？明日に電話してきます。くせ毛で湿気の時最悪なんですけど、対策方法とかありますか？ワックスの量感とかくせ毛に戻らないようにするためにはいい方法ありますか？やっぱね、内部補修のトリートメントしてあげるといいですね。確かに、うん、ポキオとかうちで言うと。そうですね、まあ、市販のトリートメントも多少そういう力あるんですけど、やっぱその内部補修、まあ、市販のやつって基本がまあ表面のコーティングで、まあ、一時的なものが多いので、あの美容室とかうちでやってるトリートメントとかで内部補修のトリートメントがあるので、それをしてあげるとですね、そのくせ毛の人って髪の毛の中がスカスカだから、なるほど、そこが満タンになって、なるほど、湿気がくせ毛の人って隙間に入ってきちゃうんですよ。あ、なるほどなるほど。それが入ってこなくなるから、中がパンパンだと。なるほどなるほどなるほど。そういうトリートメントしてあげるといいです。はい。マジ、ひらさん分かりやすいです、めちゃくちゃ。はい、思いますよ。高木さんってすごいんですか？それでもやっぱりハセタクがすごいですか？まあ、やっぱりハセタクがすごいですね。バカ野郎、バカ野郎。高木さん、見知らされればハセタクの方がなんでやね、すごいです。なんでやっぱ顔の大きさ、はい、声の大きさ、なるほど、上回ってます。そこだけかい。そこだけかい。はい、上回ってます。さっきから上回ってますね。さっきからそこだけかい。アイロンは何度がおすすめですか？あの、僕日高さんの髪は160度でやりましたね。まあ160から140の間ですかね、はい、はい、湿気にも強いリンス、まあ市販だとやっぱね、アンサートリートメントおすすめですよ。アンサートリートメント、アンサートリートメント、ヘアパック出ましたしね。はい、ヘアパックもやってください、ぜひ。この間のハセタクさんセットめちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。日高さんのお客さんも、ありがとうございます。嬉しい。内部補修のトリートメントやるとき、ずっと中身、ずっとではないですけど、まあ、やっぱそのご自宅のトリートメントもつくんで、やっぱそれがまあ1ヶ月半ぐらい大体平均持つから、それやってくださるとまあいい状態がその間続いてくれます。はい、やっぱね、乾燥とか、まあ、やっぱ定期的にやってあげるとね、まあちょっと高校生の人もまあ2回に1回とか、まあ、定期的にね、あとカラーした後とかも持ちが良くなりますし、確かにパーマも持ちよくなるんでね、ぜひ、はい、おすすめです。はい、長谷田さん美容師みたいですね。確かに美容師だわ。カノエコかと思ってた。毛先パーマ残ってる状態でアイロンはあんまりしたくないんですが、ワックス何使ったらいいですかね？まあちょっと説得力あるワックス、タオル台でクレイで、クレイだけで引っかかったりとかするんだったら、ナチュラルとかエアとか、ちょっと柔らかい油分の多いワックスと混ぜてあげると相性いいです。確かに。ハスタクさん、日高さんの一押しのヘアスタイルは、まあ、やっぱでも最近、まあ、でも僕結構パーマスタイル好きですね。やっぱこういうセンターパートね、好きっすね。ちょっとカーリーな、はい、ちょっとニュアンスな感じ。これでもジョングクさん風な、もっと長ければ、はいはい、感じ。僕のセンターパートこういう、これぐらいカーリーな感じが、ちょっと最初にも言ったんですけど、はい、好きですね。で、はい、おすすめの漫画は、おすすめの漫画、漫画界、まあオーバーにも置いてるんですけど、東京リベンジャーズとか、マンジリベンジャーズ、あー、まあ、僕結構前髪カッ、あ、ごめんね、いやあ、ごめんね、せっかく色気のある感じにしちゃう、あと僕が個人的におすすめしてるのはね、まあ、結構僕漫画読むんですけど、あ、最近だとチェーンソーマンおすすめですね。チェーンスーマン、チェーンソーマン、チェーンソーマンとか、チェーンソーマン、あと僕ね、あのブルージャイアントってやつが好きです。ブルージャイアント、サックスのジャズの、面白いんで、これが、主人公がね、ハセタクみたいに前向きなんですよ。あ、そう、そう、めちゃくちゃ面白いよ。確かに僕、ミシャセリムなんか経営だけど、なんか漫画の主人公って感じ言われたことある。一回昔言われましたね。はい、高木さんにも。漫画、確かこいつ漫画の主人公っぽいっすよ。いやどういうことですかって聞き直しちゃいました、その時。パーマのみっていけるんですか？まあ、正直ね、他のサロンでパーマ、カットしてパーマはちょっとあんまりカットあってのパーマなんで、確かに、うちでカットしてからパーマした方がおすすめですね。確かに、はい、あとカットしてしばらく経ってたらやっぱセットしづらいですし。確かに、はい、スプレーは親指で持ちます。はい、高木さんがかっこいいって言ってたんで、はい、確かにかっこいいわ。高木さんがやっぱかっこいいって言ってたんで。ヒロさん、なんか微妙な顔しませんでした？いや、うん、やったことないな。俺も明日からやろう、親指で親指で親指大事だね。
親指大事ですね。大事大事、かなり親指が一番大事っす。なるほど、はい。マッシュにしたいんですけど、ずっと伸ばしてから行った方がいいですか、それとも定期的にカットは行った方がいいですね。なんか、うん、定期的に伸ばすにしても、やっぱ定期的にカットした方が、やっぱその間がやっぱセットかっこよくないから。確かに伸ばしっぱなしって、確かに1ヶ月半から1ヶ月半ぐらい以内でカットはした方がいいです、正直。確かに。日高さん指名したいです、ぜひお願いします。一回完成ミスですか、日高さん。ということで完成しましたね。はい、うわ、やっぱ雨宮代表チームについてる八作さん、セットうまいっすね、やっぱ。いや、カール感が強めのパーマっぽいスタイル、パーマ風スタイルですね。おしゃれなヘアスタイルです。はい、よし、すいません、 TikTok ライブやりながらいろんな質問に、はい、オフショット的なこれオーバー店でぜひね、はい、僕でカット来てくださったお客さんでも、うん、八作でセット締めとかもやってるんでね、うん、はい、いかがでしょうか、はい、うん、いかがでしょうか。はい、似合わないです。で、僕らね、インスタグラムもやってるんで、はい、ぜひこちらにね、はい、URL 貼ってるんで、DM とかでも質問とか、はい、送ってくださればお答えするんで、お願いします、お願いします。はい、はい、じゃ今回もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、はい、お願いします。オーバーテンでお待ちしてます。お待ちしてます。